はようございます。今日森に来たんですけど、入って3分で木が落ちててどうしようかなっていう感じ。葉っぱが落ちてきた、怖いよ。昨日ね、日ぐらいに起きちゃって、今は全然泣いてなかったんですけど、もう習慣で起きる癖がついちゃって、授乳するの全然眠れなくなったんですよ。朝4時ぐらいまでずっとそういうことが結構あるので、なんか皆さんどうしてますかっていう。カフェを見たくてしまった。エマちゃん全然起きてないんですけど、もうすごくいい天気だから、どっか出かけしようかな。やっぱりね、そんなに遠くも行けないから、近くのスーパー2キロくらいのスーパーに行きたいと思います。お昼はスーパーで買ったミールディー 3.5 ポンドのサンドイッチ。ヤシニツの味がいいです。今日はあのクッキー焼いた後に NCT のお友達のお家に行って、でみんなでお話しして、ベビーたちはあの遊んできました。で今お旦那さんがエマちゃんをお風呂に入れてくれて、で寝かしつけをしているので、私はスターバックスに来て編集をしようかなと思ってます。おはようございます。今日はですね、早く起きたので、山ちゃんと2人で近くのショッピングセンターに行きたいと思います。後ろに映ってるバスの中でアクシデントがあったみたいで、バスが来ないので今日の予定を変更して、近くのチャリティーショップに行きたいと思います。バスの運転手さんに見られて、何かと思ったらマスクしてなかったので、結局ですね、近くのショッピングモールに来ました。とりあえずすごいお腹空いてるから、なんか食べようかなと思います。ハーバーグ、あの後ね、電車の中で乳母車が後ろ向きに倒れるっていう事件があって、それ以来私はエマのベビーカーに集中するようになったので、今はもう戻ってきて、ちょっと、遅いお昼食べて2人でゆっくりしてます。エマちゃん大丈夫？元気？元気だね。最初にカフェに行って、大丈夫だったらお昼こっちで食べていきたいと思います。チーフォー、
babies are dancing along the street musicians. Hi, thank you. Perfect. Enjoy, thank you. Look what I've got from John Tringa. Happy 5 years, Ayano. Every day you make my life brighter and I'm looking forward to many years ahead. Thank you. Happy anniversary. 5 years. Mummy is a big baby. Oh god. Okay. Should we start you over here again? Hello, Emma-chan! 今日はですね、赤ちゃんのプレイクラスがあるのでエマさんと近くの教会に来てます。エマちゃんさっき何食べたの？エマちゃんさっき何食べたの？バナナ食べたね。ピンちゃんも寝てご飯も食べたのでこれで今週のブログを終わりにしたいと思います。また来週。バイバーイ。